ーイ。あれなんかちょっと低いな。はいどうもこんにちは。今日はねこう見た感じわかると思うんですけども、グリーンバッグを作ってみました。でこれの費用はこの画用紙がとりあえず100均製なんで、これが8枚と2つ買ったんですね。8枚が1セットの2つ2セット買ったんですけども、まあ、200円でグリーンマットを作れるというね、まあ、これねもうちょっと上まであったんですけどもね、剥がれてしまって、まあ今こんな感じになっています。まあまたねまたねグリーンマットをグリーンバッグなんて言ったらいいんだろう、グリーンシートわかんないけども、これもこんな感じで、グリーンマットができたという感じでございますね。まあ皆さんもね、まあ僕ぐらいの年だったら、まあお金にも限られてくると、お財布関係が、お財布管理がね、限られてくると思うんで、100均でグリーンマットが欲しいとか、もう本当にどうしてもこうグリーンマットが必要な撮影があるっていう時は、こういうね、100均で画用紙を買って、合わせましょう。で、僕は画用紙だけではなくて、これ壁に貼っ付けてある状態なので、両面テープとあとセロハンテープも用意するといいかもしれませんね。まあ自宅にある方はね、まあ、それで使ってもらったらいいと思うんですけども、まあ僕は100均で買ってきました。まあセロハンテープと両面テープはうちにある方は今200円でグリーンマットが作れるという感じの動画ですね。まあ一回うまいことを一回まだ僕実験しないんで、まあ編集で今からこのバッグをいろいろな、いろいろやっていきたいと思います。せーの、どうなってるでしょうか。僕これから編集するのでどうなってるかが分かりません。はい、いきますよ。せーの、はい、ランダムでやっていきましょう。せーの、せーの、せーの、はい、こんな感じですね。まあこれからねこのこれが必要な時に撮っていこうかな、使っていこうかなと思います。まだねこれより上がまだないんですよ。ここ全部ブワーって貼ってしまおうかなっていう考えなんで、そしてねちょっとチラッて見たんですけども、なんかねダッサい部屋だよね、ダッサい部屋。これねあれなんですよ、この壁の色を変えようっていうね感じです。ここもねほら階段の下とかで、パソコンデスクとかいろいろ変わりましたね、同じ感じで。はい、ということでですね、今日は、グリーンマットを使ってみよう、作ったっていう動画でした。